で今日は2016年の5月8日ですね、いよいよ沖電機の外側の外壁の解体が始まるんですかね。大和ハウスがここにショッピングモールを作るということで、こんな状況です。今日は2016年5月9日ですね、連休明けの門前講座ですが、朝日新聞の一面には貧困を救った幸せのパックということで、バングラディッシュで、カバンの縫製工場を営んでいる日本人がいるんですね。バングラディッシュというのは1日約134円未満で生活する人が人口の4割を占めているといういわゆる非常に貧しい国なんだけれども、ここで日本人の女性の社長がバッグ工場を経営し始めている。ここで働いているある人は月収が1万4千円を超えたということで、冷蔵庫やテレビがある大きな部屋に住んで家族も養えているですね。とてもいいことですね。労働賃金が安いからということで海外に進出していく企業というのは多いわけですけれども、もう中国なんかにもずっと出ていってたんですけども、だんだん中国の賃金が高くなってそこを撤退するというのも出てます。ただ金儲けをするためにそこの働く人たちを使い捨てにしようという発想というものではなくて、そこの人たちと共に豊かであろうという姿勢で、企業を運営するそういう姿勢というのが非常に大事ですよね。働く人たちを道具として見るのではなくて、共に豊かである尊敬し尊重し合える人間としてそれをその人たちを認識できるかどうか、残念ながら今の日本の企業の多くというのは働く人を道具として見てますよね。金儲けの手段としてしか考えない。そういうことから社会全体のモラルというものを低下し続けている。いつも指摘し続けますけれども、国家権力、政治家や官僚と癒着した企業というのが日本の社会のモラルを欠落させている。企業の中でいじめが行われるのが当たり前。そのいじめを社会全体が知っていながら批判しようとしない、そういう状況をほったらかしておいて学校の子どものいじめが止まるわけがないですよね。経済活動というのは大事なんだけど、金儲けさえすればみんながハッピーになるんだという考え方はとんでもない。そして企業の姿勢がみんなを金儲けさせてハッピーにしようというのではなくて、自分たちの利益を追求するということだけに集中しているがためにさまざまな矛盾が生じている。バレない嘘はついてもいい、バレない悪事はやってもいい、そういう企業の存在というものを私たちは認識してそれを改めさせる、そういう動きをしていかなければいけないと思います。今日からファンタジアという曲の解説をやっていきますね。これは結構有名な曲で、演奏会なんかでも弾く人がいます。作ったのがアロンソ・ムダラさんというですね、
ペインのビエラー奏者ってですね、まあ、ギターの先輩みたいな楽器です。ビエラ1510年頃生まれて、1580年、まあ、日本で言えば室町時代に70歳まで生きて活動した人です。まあ、スペインの公爵の家で育ったんですけれども、その後セビリアのお寺で定職に就いたという人が神父の神父さんになったんですかね。3ページにわたっている曲なんで、1ページずつ弾いて解説していきます。最初の2小節目で、どのシャープの音を2の指で押さえて、そして、3弦と4弦の2フレットを人差し指で押さえる、要するに部分制覇という押さえ方ですね。この押さえ方というのはよく出てきますけれども、この押さえ方が行われる目的というのは、普通はこれを1弦の開放弦の音を伸ばしておきたい、2弦の2フレを押さえ中指で押さえて、ることで1弦には触ってないわけですね。その状態で、3弦と4弦を人差し指で制覇して、これは人差し指で指を反らせないといけないですね。1弦の音を殺さないために行います。まあ、この曲の場合には1弦の開放弦の音というのは小説の一つ前の音なんですけども、これはやっぱり伸ばしておきたいというふうに考えたらいいでしょう。で徒長調で書かれてるんですけども、ここの部分は二長調に転調していると考えたらシャープが出てきますんで、第一ポジションではなくて第二ポジションで弾きますね。最初からそうですね、ファの音がシャープで、それからドの音が臨時記号のシャープになってますんで、これは徒長調の曲なんだけども二長調なんだと考えたらいいと思います。この4段目の最後の小節から徒長調に戻りますね。どのシャープが消えます。どんどん転調していて、音の動きが面白いというのがこの曲の魅力なんでしょうね。今日はここまでにしておきます。